と見えちゃって、まあまあいいかみたいな。いつもこういうことです。ここでこう勉強します。がっつり見せていきましょう。いやダメなんですけど、いやダメとかないんです。今日練習したんですよ。あの10回に1回ペン回しが成功します。ほらー、それ自分得意っす。え、ほんまに？みんなできるん？もんな？ですか？できるものなんですか？流行った？これみんな通る道なのかな？ほら、あ、映ってなかった。映ってなかった。イベントも出ないの？あ、当分もう出てないですね、イベント。あの、痛っ、受験勉強に専念というあれで。ただ休業はあ、なんていうんですか、こうただ呼び の、 その企画で休業とかだったら、もう全く SNS を遮断してとかなるとね、勉強過程とかもね、見せする機会もなくなっちゃうし、ね、なかなか今日は、はい、疲れた、頭がパンクした。ちょうどノートをね一冊使い切りました。最後のページバンされた。これあ、されてなかった。私がこう前髪を開けたら、え、これバンされてる。あ、大丈夫、よかった。え、これ絶対バンされてるよね。なんか昨日から、あ、電波が悪いだけなんだ。いや、バンされてるんだろうなと思って、自分がだからちょっと、まあしょうがない。なぜそこまでバンに怯える。私一回バンされたんですよ。なんだったかな、私一回バンされたことがあって、私がボムさんに、掲載させていただいたときに、雑誌の、表紙なんですよ。表紙が水着だったので、水着で、なんかちょっと、そうなんですよ。言ってたら、その後にマネージャーさんから、雑誌の水着の表紙のため、バンしましたっていう連絡が来て、え、でもこれ普通に売ってるのに、そう、水着でダメでしたって連絡が後から来ました、マネージャーさんから。あ、バンってこうなんやと思った。バンってこんな感じなんやって。
コンプラ違反だったんじゃない？きっと。STU 的に。宣伝できんかった。宣伝強制終了されて、でも私が初めての番がそれですね。来年は大学生か。来年大学生ですね。私はこう ST に入った時は中学校1年生の3月で中学生から入って高校3年高校な生になってとうとう大学生ですよ。いやなかなかさSTU、まあ、アイドル活動とかしなかったら学生の姿とかさそういうさなんか残せないじゃないですか。こうやっぱこういろんなところで発信こういうのも全部毎日ねやっててこう毎日形というかこう残すじゃないですか。だからなんか将来も忘れないですよね。きっと鮮明に忘れないですよね。だって残ってるからいいですよ。嬉しい。歴史がありますね。勉強ってでも面白い。なんか知らなかったこと知れるから、うん、有意義です。運転免許、待って、私さ運転免許欲しいんじゃけど、バイクの。バイクの運転免許欲しい。なんかさ、だってさ、まあ、車も欲しいけどね。車なんか怖いけどさ。バイクも怖い。あれ、車取ったらさ、バイクもさ、オッケー。 50cc って懐かしいと思ったらさ、マリオカートのさ、なんかさ、なんか 50cc ってめっちゃ聞き慣れた単語やなと思ったら、この響きやなと思ったら、
マリオカートでさ、なんかさ 50cc100cc150cc ってさ、こうなんかレベルみたいな感じでさ選べたじゃないですか、 3DS とかだったらね。えそれか、めっちゃ懐かしい、マリオカートやってたな。懐かしいですよね。私も当分やってないけど、私今ねカスタードクリームをね食べたい気分。甘いものを欲しとるわ。ココアが車を運転してるのを想像つかん。私も想像つかん。なんか怖い。これ本人がさ、運転怖いなって思ってるっていうちゃんと自覚があるんだったらさ、周りはもっと思ってるってことだよね、きっと。私が運転するのなんか怖くない？いや、逆に慎重なんですかね。想像できないから。それがいい、それぐらいがいい。そうね、最初はみんな怖いんか。女の割に運転ちょっとうまそうなイメージ。私が運転の才能？した。そうね。でもなんか運転してる人ってなんかちょっと、いや、いいんだけどさ、最初はさ、そうビビりながらさ、あ、怖いな、あ、ブレーキ、あ、信号みたいな感じかもしれんけどさ、もうなんかこう慣れてきたらさ、コンドルみたいな感じでなんかちょっとカッカしながらさ運転しちゃうじゃないですか。パーキングエリアまた空いてないわ、また一周回らんといけんわみたいな。最初はさ、右よし左よし、あ、逆だった。右よし左右よし左よしゴーみたいな感じなんかな、分からん、違う。え、コンドルって言わんのかな。混んでいる、渋滞しているとかか。コンドル、コンドルって言わん、コンドル。コンドル、え、コンドルって言わないんですか。混んでいる、渋滞している、あ、コンドルは言うんや。混んでること、そう、コンドル。ちょっと恥ずかしい、なんか トラフィックジャム、交通渋滞。え、待って、いつの間にかショールーム部屋がノーマルショールーム部屋になってる。寂しい。
ノーマルルームになってる。ノーデコレーションルームになってる。ステあのスタンダードルーム。いろんな表現ができますね、このショールームだけで。ノーマル、スタンダードとか、ね、ノーデコレーティッドルーム。私のこの勉強スタイルこうなんですよ。こうするとなんか耳が遮断されてなんか無音の世界になるんですよ。めっちゃ集中できる、これいい、はかどりますよ勉強が。え、これで真剣に勉強してるよ。ほんまにいいし、あったかいし。赤ちゃん、赤ちゃんみたい。どこが、どこが、皆さんもこのスタイルいいですよ。ぜひ真似してくださいね。こっちから喋ったら左耳から声聞こえますか？こっちで喋ると右から声聞こえますか？変わらん？でも50分じゃん。ちょっとメール送ろうと思います。ではちょっとランキングありますね。ここら辺で配信を早めに終了します。13位ラームさん、12位ポチタマお座りこまめさん、11位ヘドウィクさん、10位水鉄さん、9位団子部長さん、8位ネココアさん、7位クルトさん、6位ヒサさん、6位ノッシーさん、5位ヒサさん、4位こまめまきさん、3位、小島さん、2位ハイケイさん、1位はヘイさんです。ありがとうございます。やばい、声がなんか。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。この後も勉強頑張ります。メール待っててね。じゃあね、また明日ね。明日も頑張ろうね、金曜日。